皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日のジーンズは桃太郎ジーンズ、ドータンレディースです。レディースを男履きしております。まあそんなことはどうでもいいんですけど、今日はですね、あるところに来ています。そこ魚八です。先日ですね、豊島の漁師伝説エピソード3選、あ、こっちかということでですね、魚八さんで食事をさせていただいたんですけど、その時にですね、こんなコメントをいただきまして、こちら、5、6年前に釣りの帰りに見かけて良さそうな感じなので、後日福山から食事に行きました。寄島漁協で上がる魚を期待して行ったのですが、大将に寄島では良い魚が上がらないから、よその魚しかないよと言われて、日本海の魚ばかり出てきました。衝撃的な出来事でした。おい、しんすけ、ということで、ちょっと大橋の大将しんすけに地の魚っていうものを持って行ってやろうと思いまして、聞いております。で、夏の瀬戸内の魚といえばやっぱりこれでしょう。じゃーん、マナガツオです。漁協で手に入れました。そのシーンがこちら。ちょっとヤツに、はい、ドリチの魚を渡してやりましょう。はい。ゲットした。大将に持って行ってやりましょう。はい。そして寄島といえば忘れてはなりません、もう一つこれ、当然渡り貝。本当カメちゃんでもいいからカニって言ってもらいたい。お、来た来た、来ました来ました。なんかでも入ってそう、入っといてくちょうだい。おー、入ってる。これにしよう。これをちょっと大将のところに持って行ってやりましょう。入っとりますからね、関オレンジです。まあ渡り蟹はさすがに扱ってるようですけど、今日ですね、自分の友人が昼食に来るというのでですね、ちょっと友人に振る舞ってやろうと思いまして、1匹ストックいたしております。見てください、わかるかな、わかりますかね、オレンジ色が伝わってるでしょうか。入ってますよ、うち子650から680グラムあるんじゃないでしょうか。700ぐらいあるかな、まあそれぐらいです。ちょっとこの2つを今から持ち込んで大将にちょっと料理してもらおうと思います。で、昼からちょっと友人が来るので、友人にねちょっと振る舞ってみたいと思います。ではちょっと魚八の大将のもとへ行ってみましょう。おはようございます。おはようございます。大将、はい、先日ありがとうございます。いえいえ、ご丈夫ありがとうございます。先日の動画のところにこんなコメントが来まして、はい、ちょっと見てください。はい、福山から食事に行きました。はい、寄島漁港で上がる魚を期待して行ったのですが、はい、大将に寄島ではいい魚が上がらないから、よその魚しかないよと言われて、日本海の魚ばかり出してきました。衝撃的な出来事、こんなコメントが来たんですけど、大将、ちょっと俊介何してくれとんじゃんお前。言った覚え、逮捕じゃん、もう逮捕じゃん、もうお客さんがどうなんかな。いや、これ100円ショップで偽物のワッパー買ってこいよと。まあこれはこれでいいとして、はい、はい、いいとして、はい、まあ大将にも今の魚をちょっと料理してもらおうと思いました。もうこうなったら地の魚を料理してもらうしかないと思います。はい、まあでも前回も地の魚じゃったけどね。はい、そうですね。はい、こちらをご用意いたしました。こちらマナガツオ、はい、で今日友人がちょっと遊びに昼ご飯に来るんで、はい、その時にちょっとマナガツオで料理を振る舞ってあげたいなと、はい、ちょっと大将にお任せしようと思うんですが。わかりました。お、やっていただきます。あ、大丈夫。じゃあちょっとよろしくお願いします。はい、はいはい、それと大将、はい、やっぱり寄島といえばこれでしょう。はい、まあ自分が来た時もいただきましたけど、はい、ちょっと台を用意しました。はい、もううち子見てください、大将絶対入っとる。ああ、そうですね、はい、用意しましたんでこの2つで、はい、よろしくお願いします。はい、いい方です。ここはあれだね、大将、見せ場ですよ。やっぱりこれはあれ、包丁の力。いや、僕でしょ。いや、僕でしょ。あ、でもさすがです。終了です。はい、はい、では、あとはちょっとお任せで。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、1時が来ました。昼の1時です。
大将に朝8時に朝魚を持って行ってますんで、もうできてると思います。でそろそろですね、1時に友人と待ち合わせをしてますんで、時計がないですけれども、まあ時計ないけど、時計ないやん、出ますんで、はい、そろそろ友人も来てくれると思いますんで、魚八で待っておきましょう。はい、友人が到着したようです。到着、この友人とこいつ、じゃんけぽんでした。お願いします。今日お願い、大将のこれ持って行ってますんで。ああ、じゃあ今日はもう寄島の魚の、もちろん寄島の魚で用意してくれてますんで、はい、一緒に食べていただけますか。ぜひお願いします。では行きましょう、はい、大将の腕の見せ所ですよ、ここは。どうなってますでしょうかね、あの朝の魚が。はい、行きましょう、行きましょう。では行きましょう、ちゃんけさん、行きましょう。大将、お願いしたやつはできてますかね。はい、じゃあ期待しておりますんで、よろしく。全部お任せです、大将の腕の見せ所、はい、順番はどうでもいいです。ありがとうございます。すごい、マナガツオのたたき来ました。ちょうどそう、初めてです、食べるのたたきで、うん、お味はどうでしょうかね。赤とどっちが、どっちが美味しいか、いただきましょう、うん、薬味多めでいただきます。うん、柔らかい。あ、またなんか新たな発見って感じ。本当新たな発見。違うな、カツオとは違う、新たな発見。こんな感じなんで、マナガツオどう表現すればいいか。やりますね、大将。おー、次来ました、お刺身とたたきです。これ表面炙ってる感じの、うん、炙りと炙りやな、たたきの炙り、炙りです。じゃあいいですか、先いただいて。どうぞ。ではちょっと自分もいただいています。ゆうじゅぽんママと一緒にいただきましょう。炙り、わさび大好きたっぷり派、炙りいってみます。いただきます。うんうんうん、うまい、うまいですよ、香りがいい、今のところ自分としてはたたきと炙りでは炙りの勝ちですね。塩でも美味しそうですね。塩の方が美味しそう、確かに。塩でも、塩でいってみますか、うん、ちょっと刺身を分厚、はい、いただきます。もうすごい、うん、刺身うまい。あ、でもやっぱ刺身が一番かな。ゆじぽんママどうですか、どれが優勝ですか今のところ。うん、刺身がすごい美味しい。刺身うまいな、やっぱり寝かしたけばいいのかな、うん、でも歯ごたえもちゃんとある、歯ごたえもあってな、分厚いけど、分厚いけど、今のところ自分は刺身が1位、私も刺身です。チャンケさんは僕が今のところ1位です。次来ました、マナガツオの煮付け来ました。ご飯美味しいですね。では我々も頭の煮付け行ってみたいと思います。いや、ご飯が美味しいですね。ご飯が欲しいと言ってくれることがすごい嬉しい。分かってくれとる感が出てる、その、うん、煮付けいただきます、うん、この間も実は家でね、頭を煮付け食べたんですけど、大将の腕はどうでしょうか。うん、美味しい、甘い、うん、あんまり、やっぱ味付けが上手やな、うん、山椒パチン行った方がいいんじゃないか、うん、山椒と一緒に行くと、うん、また味が変わって、ああ、いいっすね、うん、ご飯もらえるんですか。大将、ご飯もらえる、美味しさにハマったらしいけど。ご飯に合うことが分かってくれるのが嬉しくないな。渡り蟹来ました、渡り蟹来ました、はい、おー、すごい、これやばいですね、これ。これ持ってんの。見てください、この打ち粉。ナスでもまだまだありますよ、びっしりで。これはもう2番号ですね、どう見ても。3番ではなさそうです。すごくないですか。自分がキャッチした渡り鳥です。塩とわさび、いきます。どうですか。どうでしょうか。すごく美味しい。甘いですね。塩でいきたかった。塩でいきたかったです。で自分は刺身を塩でいってみたいと思います。いただきます。うん、自分は基本あっさりが好きなんで、何でも塩の方が美味しいな気がします。うまい、うまい、マジうまいっす。山椒、山椒いってみてください。うまっ、笑顔が良すぎる。山椒つけていってみたいと、腹側の脂が濃い、山椒入れるとまた風味が効いてめちゃくちゃうまい。うわー、うまっ。これいいですか、食べて。どうぞどうぞ、いただきます。うん、笑顔が良すぎる。では自分もいただきます。いつも食べてますけどね。
味噌付きいただきます。パク一口。甘っ。へえ。森田こんな甘いじゃん。全然違う。いただきます。これ見てもらいます。うん、うん、笑顔が良すぎる。素晴らしい顔。大将ナイス。じゃあユーボーママに、ユーボーママにいいところあげましょう。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。それをいただきます。一番美味しいところだから。いただきます。まだある、はい、なんとまだありました。びっくりした。握りきました。炙りと刺身の握りです。まだ来ました。もう終わりかと思ってたら、すごいな。1匹しか持ってきてないんだよ。うん、1匹1匹でこんなに 1.7kg。 こっちが炙りでこっちが刺身。あのやっぱり炙ってる方が甘みがあって、醤油でいきます。ちょっと岩塩でいきたいんですけど、醤油でいきます。炙りから、うん、うん、まうん、まっ、シャリがいい、シャリの具合がいい。じゃあ次、普通の握りいってみます。握りです。まだなんかもう色が綺麗、伝わるかな、この綺麗な色。これはゴムかな、これの中には。でも炙りの、うん、炙りの、あの香ばしさが美味しかった。美味しいですよね、香ばしさ。まだある、すごい。あー、すごい。来ました、次。マナガツの塩焼きです。レモン付き、はじかみ付き、大根付き、おろし付き。塩焼き。うん。塩焼きが一番うまいと思います。あ、これが。では我々も塩焼きいただきます。いただきます。塩焼き、まずそのまま。うん、あ、本当だ。塩が美味しい。美味しい、本当だ。ふわふわっすね。うん、ふわふわ。実はレモン大好きです。うん、レモン好きすぎて家に1個植えてます。レモン好きですか？レモン好きです。あんまり好きすぎて植えてしまった、家に庭に。うん、いいです。最後になんか仕上げてきて、さっぱりで、うんうん、大根おろし、大根おろし、うん、大根おろしが合う。あ、大根おろしが美味しい。うん、大根おろしが合う。そうですね、大根おろし一番美味しい、これ、うんうん、レモンが合うかと思ったら、大根おろしの上でした。美味しかった。完食いたしました。待って、漁師さん、ダメ漁師さん。あ、そう、待って、ダメージャー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 、どうでしたか、ちゃんくちゃん。いやー、美味しかったですね。あー、そうですか。いやでも正直全部マナガツ美味しいですね。あー、で、1位は、難しい。でもそこをあえて決めていただくと、僕の1位は炙りの刺身ですよね。あれを炙りの刺身をあの塩で食べるのが美味しかったです。あー、だそうです、はい。まあ、最後のね、焼いたマナガツはもうね、美味しかったです。あれも醤油つけてたもんね、ご飯を仕込んだ感じです。喜んで言われてよかったです。ごちそうさまです。ありがとうございます。また大将にジロさんから持ってきてやりましょう。